皆さんこんにちは、塩留はじめです。今回は、驚き、中央線検討されていた、消去形式を紹介していきました。中央線には今現在 E233系を中心として、電車が運行されていますが、実は本来、別の形式を当初は入れる計画があったんですよ。今回はそんなびっくりな、中央線の構想について、皆さんに紹介していきましょう。まずは中央線の新車両について紹介していきましょう。中央線は結果的に2006年頃から代替を開始したものの、代替を開始する前は201系電車が活躍していました。実を言うと青梅線の一部区間ではかなり遅い時期まで103系が活躍してましたが、それさておき一応201系が基本的に活躍してましたね。最終的には2006年頃から E233 系を導入して201系は交換されていきましたが、実は JRHC4 って元々は E233 系なく、別の形式を使って中央線の電車を交換しようっていう風に検討していました。割とこの情報はマイナーかもしれませんが、今回はこのことについて詳しく紹介していきますね。早速結論を紹介しますが、実は E331 系が導入される可能性があったんですよね。どうやら JRHC4 に当時は E331 系を中央線に回していくっていう構想があったそうです。ちなみにこの情報は Wikipedia によると JRHC4 はこうして車両を作ってきたっていう本の71から74項のところに書いてあったっていう風に書かれてました。残念ながら、私はこの本を持ってあるので、中身を確認することはできませんでしたが、ただ一方でこの本については、交通新聞社関連の本なんで、単なる個人の妄想とかそういう感じではないかもしれませんね。おそらくですが、この Wikipedia の出典が正しければ、E331 系が実際中央線に導入される検討があったんじゃないかっていう風に考えることはできます。やっぱ交通新聞社関連の本なんで、そこそこ信用性はじゃないでしょうか。これより E331 系の導入を実際検討したわけですが、当然やっぱり結論としては残念ながら取りやめっていう風になってるんですよね。やっぱり E331 系って結論としては中央線には合わなかったのか、それか他の理由があったのかはちょっと謎点もあるんですが、その一方で実を言うと、さっき紹介したあの本ですね。Wikipedia が紹介した出典元の本です。あの本によるとどうやら、なんと中止の根拠等も書いてあったんですよ。とはいえあくまでも E331 系を中央線関するお話はあそこのサイトでは、どちらかというとお化け的な感じで紹介されていたので詳しくは書いてませんでした。ですが今回はこの動画では、この E331 系の中央線について詳しく紹介していきます。続いてはなぜ、中央線の E331 系の導入を取りやめることだったのかについて検証していきましょう。まず最初に考えられる理由としては、対荷重性でしょうか。実はこの情報、Wikipedia の引用情報では残念ながら書いてあるんですが、ただ実際はこれ結構かかってんじゃないかっていう風に考えることができるんですよ。ここからは E331 系の特徴も踏まえながら、このことについて紹介していきますね。E331 系といえば、特徴的な構造として、連接台車があるんですよ。連接構造って言ったら一般的には、小田急のロマンスカーや、他には、路面電車だったり、実際結構採用例はそんなに日本国内では多くありません。またこの連接構造っていうのは、特徴として、台車に左右2箇所の重さがかかってくるという点があります。車体と車体の間に台車を置いて、それで連結するような感じですからね。結果としては台車に、2箇所から車体に蓋をかけるっていうことがあるんですよ。やっぱりこうなってくると、車体が長ければ長いほど、台車に負担がものすごくかかりやすいため、実際従来のボギー台車ですね、E233 系とか E231 系とかああいう系統の電車は、1車両あたり台車を2個使って支えています。一方で、連接台車の場合は基本的に 0.5 台車ずつで、電車を支えるって構造で、実質的には電車を台車1個で支えているような感じですからね。単純に考えてみたら、普通の電車の倍くらいの重さがかかってるわけですから、やっぱり車体は短くはできません。実際路面電車とか、長さはそんなにでかくなりにくい線路だったりとか、他にはロマンスカーみたいに特急で定員数がほぼほぼ決まっているような感じの線区だったら確かに、若干車体がなくても重さの影響は受けにくいですが、一方で中央線に E331 系を導入するってなると、やっぱり朝足は結構心配ですよね。おそらくですが乗車率が 200% とかそれ以上、乗ってくる可能性があるんですよ。当然そうなってくると、台車にものすごい負荷がかかりますよね。客が多すぎて、重さに耐えきれず、電車の運行に支障をきたす可能性があったかもしれません。一応 E331 系自体は、後に京葉線に導入されたりと、一応京葉線の通勤列車として活躍することが想定された車両だったんで、一応確かに E331 系を乗車率 200% で使っても問題がないっていう可能性もありますが、ただやっぱり、重さの面では結構中央線の方が重くなりやすく、電車に負荷がかかりやすいため、老朽化が早く進む可能性もあるんですよね。実際、荷重線の編成が営業入りしてから短期間で、台車のひび割れが起きちゃって、やっぱり電車が重さに弱いっていうことがわかりますよね。まあ、実際川重性ってこともあって、そもそも川重台車があれっていう疑惑もありますが、実際なんか川重って結構、後に台車のひび割れとか、さらには東海道新幹線で重大事件と繋がったとんでもない事件もあったりと、ちょっと台車の方で心配な話もありますね。まあ、とはいえ結局のところやっぱり E331 系が重たくて、ちょっとやっぱり台車に負荷がかかりまくるっていうことがよくわかるなっていう風に、こういったエピソードからもわかっちゃいますね。幸い京葉線は確かに混むとはいえ、中央線に比べたら混んでる区間も乗車率も多少低いことになりやすいから、まあ、確かにそれだったら中央線より京葉線の方がいいという風に判断することもできるのかもしれませんね。これよりはまさに、連接構造は弱いことから、混雑する中央線の導入を見送った要因の一つ、そういう風に見ることができるのかもしれませんね。他にも実は中央線の E331 系導入の見送りには理由があるんですよ。それは当時の中央線の状況に E331 系っていう車両の傾向が合わなかったっていうこともあるんですよね。ちなみにこの中央線の状況と合わなかった経緯についてはどうやら本にも書いてあるそうです。本ではどうやら中央線は安定輸送を重視するとかそういう風に書いてましたね。まあ理由としてはおそらくですが、もともと中央線って利用者が多く、かつ甲州方面、まあ甲府とか松本とか小淵とかですね、あそこら辺方面の特急もバンバン走っているため、やっぱり斬新な仕組みが多い E331 系をバンバン導入しちゃって、それで E331 系がトラブル連発しちゃったら、さっき紹介した中央線の方針である安定輸送ですね。この考えを無視することになっちゃうんですよ。まあやっぱりそれはちょっとまずいという風に思ったのかもしれませんが、やめたのかもしれませんね。ただ一応京葉線についても特急車走っており、こちらは結構そこそこ重要な路線ですが、まあ、とはいえやっぱり中央線の方が重要度は数倍高かったのかもしれません。また他にも E331 系は、連接電車っていう都合上、従来よりも若干電車が短かったですよね。それに伴ってやっぱりドアの間隔とか、ドアの位置についても従来とは違っていました。そのことからやっぱり E331 系って、ドアの位置が変だから、例えば、お茶の水駅とかでの対面接続をする際、ちょっと手間取る可能性があったですよ。もしかしたらこういう影響も、E331 系導入時にあったのかもしれませんね。まあ、正直京葉線に導入しても結局ドアの位置は変かなっていう風に思っちゃうんですが、やはり対面接続が多い中央線とかにとっては E331 系ってあまり相性が良くないかもしれませんね。また201系って当時は電気スチョッパーの部品が少なくなっていた可能性もありますね。201系って言ったら電気スチョッパーですが、この電気スチョッパーって半導体部品なんで、特に201系の部品って相当設計が古いために当然製造は終わってるはずです。そうなってくると電気スチョッパーの部品が使えないですが、その場合、もしも仮に更新する場合は、電気スチョッパーじゃなくても、走れる構造にするために結構改造が必要ですね。手段としては例えば、VVF とか、一応改造で対応することはできるものの、登場してからそれなりに年数が経っていて、しかも、車体も結構重い、高性車体ですからね。それだったらやっぱり新車を導入した方が、コストパフォーマンスもいいですし、車体の老朽化の観点からもいいかもしれません。こんな感じで当時は中央線に201系残すメリットって、あんまりなかったんですよね。また部品の在庫もそんなに多くないことから、201系を残し続けて、故障が頻発して部品を交換しようにも部品が不足するってことは、さっき紹介した安定輸送の観点からも、何が何でも避けたいですよね。これより考えてやっぱり E331 系を導入するのは、当時の中央線の車両的にも結構きついかなっていう風に感じますね。ちなみに京葉線では201系が普通に残ってましたが、あの線区については、運用された車両が201系以外にも205系とかがあったので、そこそこ代用が、鳴門勝浦駅の分割運用以外は聞くために、ある程度余裕があったですよね。他にも209系が、京浜東北線から来たりと、車両面ではそこそこ余裕があったので、こういう風に悠長に E331 系の地平線、迎え入れてテストするっていう環境があったんですよね。もしかしたらそういうのも、今回紹介している E331 系の京葉線の導入に繋がった可能性があります。一応京葉線も中央線と同じような感じで、快速運転をしたり、他には、普通に特急列車の通過場所とか特急列車の運行もあったりと、実は運行環境的にはそこまで単純ではなかったりもするんですね。そう考えてやっぱり、当時は中央線201系統一だったんで、どうしても電気スチョッパーの部品の在庫の数からちょっと心配になっちゃって、結局のところ、早期引退を決意した可能性があります。その際にやっぱり、お試しで E331 系を1平成走らせて、しばらくチェックするよりも、さっさと E233 系といった従来の形式を導入して、代替した方が安定するという風に考えたでしょうかね。だから結果的に E331 系が、見送られたのかなっていう風に考えることができます。実は E331 系の連接構造がどうやら分割運転をする際に支障をきたすという理由から、中央線導入が見送られたっていう風に言われてますね。やっぱり連接構造ってどうしても、編成の都合上、どうやら分割運転をするのが難しいっていう風に言われてますね。ただ実際にE231系が導入されたケースとして京葉線がですが、この場合実質的に 5+5 で作られてました。見た目としては、一応14両固定編成って感じですが、先頭車以外にも実は、7号車と8号車だけ、長さが 16.5 メートルの片側がボギー台車っていう構造になっていました。ここの長さが 16.5 メートルですからね。もしも仮にここを区波にした場合、もともと該当する7号車と8号車はサハラので、結論としては7両プラス7両の14編成相当の長さにすることができます。一応7両編成で実質的に1メートル車体の5両編成相当の長さですからね。おそらく中央線の今でいうところの 5+5 編成に、もしも京葉線の構造で作った場合は対応することができます。まずこういうことから個人的に、一応出典元の方にはこういう風に書いてるものの、ただ結論としては普通に連結自体は 5+5 の編成だったら可能かなっていう風に感じますね。もちろん全部の編成が分割併合する必要ないため、多分大半の編成が京葉線と同じように、もしも仮にズームされたら作られるでしょうが、一部の編成は今でいうところの分割編成って感じで 5+5 で使える可能性もありますね。ただこういう構造にした場合欠点としては、全く区間を中心に、青梅線とか八高線では、確か4両編成までしか止まれない駅もあった記憶あります。まあそういうことを考えたらやっぱり 4+6 に分割しやすいっていう風に考えたら、E233系の方が対応しやすいでしょうね。E331系もしかしたら長さを調整できる可能性はあるものの、結構めんどくさそうで、またこれをした場合従来の E331系とはドアの位置が若干違う可能性もありますしね。他にも特に8号線とかと直通運転をする場合は、ドアの位置が違うためにややこしくなりやすいから、まあそういう面もちょっと中央線で運行する際には響いた可能性もあるのかもしれません。ただ少なくとも、連接構造による分割併合の難しさについては、まあもちろん、中間車を分解するのは大変ですが、先頭車同士が繋がる分には、そんなに難しくはないと思いますね。まあそのことから個人的に少なくとも、京葉線向きのE331系のうち、中間2両を区波に交換した編成で運行すれば、分割併合の運用は普通にできたかなっていう風に感じますね。一応こういう風にどう考えてもなんか明らかに中央線には、ちょっと向いてない電車のE331系でしたが、なぜ当初は導入しようっていう風に思ったでしょうか。もちろんさっきも紹介したように、201系の老朽化とか、あとは電気視聴波の部品が調達しづらいとかそういう問題で、代替しようっていう風に思った可能性がありますね。もちろんこういう当然の理由もあるでしょうが、それ以外にも理由があるかなっていう風に感じます。それが、高尾線ですね。もしかしたら中央線の高尾より、西のことも考えて、今回のこの電車を作った可能性があるんですよ。今現在高尾から西については、211系が活躍しますが、長さとしては6両編成が一般的です。一方で E331 系の場合、さっきも紹介したように、中間2両を区配することで、5両編成単位で運行することが実質的にできます。厳密には E331 系の7両編成ですが、まあ、とはいえ 20m 車体で5両編成で多分こっちの方が分かりやすいでしょうかね。もしも中央線に分割編成が登場した場合、多分こういう構造なんでしょうが、場合によってはこの5両編成単独で、高尾から西についても運行することができる可能性があるんですよ。もちろんパンタグラフについては従来通り、連接構造でも、狭小トンネル対応の構造だったら全然 OK ですね。また、E331系には、量産先行車の一本限定ですが、ロングシートとクロスシートを切り替える構造もあるんですよ。このため、場合によっては、運行数間によって、ロングシートとクロスシートを切り替える構造が使える可能性があるんですよね。中央線のローカル区間で運行する際は、クロスシートで、ラッシュの時間帯や中央線の東京近辺で運行する際は、ロングシートにするって感じですね。座席を交換する際は基本的に、増結作業前かもしくは、終点に着いた後一旦ドアを閉めた扱いで、交換するかなっていう風に感じますね。まあ、とはいえ実際こういう風な座席の転換がしやすい構造っていうのは結構便利です。極端な話、これ1本で、近郊路線から通勤路線まで両方担当できますね。また最近では E233 系トイレが設置されてますが、同様に E331 系にもトイレを設置することができれば、地方線区とかでも活躍することができるでしょう。実際こういう風な車両体系した方が、運行管理をしやすいし、指車の共通化を図れて、電車の効率が良くなります。もしかしたら JR はこういうことを考えて最初は、中央線の導入を検討した可能性がありますね。ただ残念ながら実際は、E331 系って、ちょっとやっぱり、中央線をしようとは、あまり噛み合わなかったために、残念ながらこういう考えは、うまく機能しないのかなっていう風に感じました。もしも万が一 E331 系が中央線成功していたら、違った JR 東日本が見えた可能性があるのかもしれませんね。というわけで皆さん今回話を聞いて、どう思いましたか？面白かったらぜひコメント等書いてくれると嬉しいです。コメントをする際ぜひクリミーという単語を書いてくれると嬉しいです。また面白いと思ったら高評価あったり、もっと鉄道のことを知りたい方はぜひチャンネル登録して私と一緒に知っていきましょう。このチャンネルでは鉄道に関する新しい情報や未来関する推測情報も発信していますので、興味あったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。おまけコーナーも忘れず見てくださいね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。バイバーイ。おまけとして、正月もお休みするのは大変なのが YouTuber ってことについて紹介しましょう。YouTuber は残念ながら正月に休むのが結構大変ですね。特に正月は YouTube で暇つぶしをする方が多く、そういうことから普段以上に人が集まったために、特に有名チャンネルを中心に本格的に動画をしてきます。逆に言ってしまえば、そういう有名チャンネルがいっぱいあるために、相対的に私たち弱小チャンネルちょっと厳しいっていう考え方もあるんですけどもね。まあそれさておき、こんな感じで、正月に YouTuber って結構動画を出すんですね。当然やっぱり正月休みは YouTuber にはありません。撮る人もいますけれどもね。まあそれでも実際正月前に結構動画をため撮りしたりとか結構大変です。やっぱり YouTuber って大変だなっていう風に感じました。皆さんはこの闇についてどう思いますか？もしよかったらコメント等で教えてくれると嬉しいです。というわけで今回のおまけは終わり。